てる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 。皆さんこんにちは。新日本プロレスのオフィシャル DVD にまつわる情報をとことんマニアックにお伝えしていく NJPW DVD デラックスボリューム32です。はい、今回も MC を務めます二階堂彩乃です。よろしくお願いします。今回もおなじみミスター X に来ていただいております。よろしくお願いします。はい、ミスター X でございます。本日も DVD を通してプロレスの魅力をじっくり探ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。そして今回ご紹介する DVD 作品の制作を担当されました下島さんにお越しいただきました。はい、どうも、ようやく下島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この配信は毎月発売される新日本プロレスオフィシャル DVD に関する商品情報や見どころなどをブラックバランにお伝えしていこうというゆるい番組となっております。さて NJ ニュージャパンカップ2017、昨日柴田選手の優勝で幕を閉じました。はいはい、優勝しましたね。正直予想はものすごく外れました。すごかったですよね。はい、1回戦で優勝候補が軒並みこう倒されるっていうですね。割と真田さんとか、真田さんをこう、うん、なんですかね、真田さんを予想する人がすごく多かったですね。そうなんですよね、関係者の中でもですね。はい、柴島さん誰が優勝するんですか？僕ですか？僕は吉橋です。吉橋選手ですね。選手か吉橋さんだと思ってたんですよ。かも吉橋さん、吉橋さんに期待しております。ミスター X は誰に期待してましたか？私はやっぱりですね、柴田さんが勝って嬉しいですね。やはりですね、古き良き名残、時代の感じさ、時代の時代のこう風格を感じさせますからね。いやー嬉しいですね。さっき話してた時、お、優勝したの誰なんですか？言ってたんですよ。はい、あと全国を飛び回っているジャーニーマンの下島さんがギリギリで滑り込みで間に合ってますよ。はい、いいんですけど、お疲れ様でございます。残さないでもらえます。はい、はい、それでは今回は3月24日発売の新日本プロレス総集編2016下半期と3月29日発売の真壁闘技 W20 周年記念 DVD についてじっくりご紹介していきたいと思います。それでは島島さん、はじめに新日本プロレス総集編2016下半期 DVD についてご紹介お願いします。はい、まあ2015年からですね、まあ、上半期と下半期という形で年2回総集編出させていただいているんですけれども、はい、濃いですね、濃い、うん、もう今の新日本プロレスはもう本当にもう濃密なですね、本当に名勝負がもう詰まっております。はい、はい、まあ、正直、なんでしょうね、年2回にしたというのも、はい、絶対もう無理だと、このこうクオリティというか、このもう激闘をですね、1個の作品でも絶対収まりきらんということで、ちょっと2つにさせていただいたというのもあるんですけど、はい、はいはい、まあ、とにかくまあ濃密でございます。はい、そうですね、これでいくと、まあ、G1 とかからですね、はい、入ってます。はい、7月から12月までの名勝負をセレクトして入れさせていただいてるんですけども、ベストバウトを取った、はい、G1、の開幕戦ですね、7月18日北海道の、岡田対丸藤の一戦、これもノーカットで、トースポのベストバウトを受賞した試合もきっちり入れております。はい、うん、はい、鍛えるのね。そうですね、はい、うん、はい、まあ、とにかくもう全部おすすめですね。はい、もうとにかく、はい、素晴らしい試合ばかりです。はい、私個人的に嬉しい、入ってて嬉しかったのが12月17日の永田対中西。あ、はい、これ非常に嬉しいね、最終戦ですごいうわー、激闘をされてたので、はい、プロレスファンたちが涙したという、はい、入れさせていただきました。はい、ちょっとやっぱグッときましたね。はい、ここで12月の、ね、最後の後楽園大会でこんなシングルが見られるとはと思ったんで、これ入ってて嬉しいですね。そうですね、うん、やっぱり IWGP ヘビー級とかインターコンチネンタルとか、やっぱ地上波とかでもこうきっちり放送されるんですけど、うん、やっぱりそのタッグとか、うん、っていうのはこう、まあ、少し尺が短かったりとかっていうのもあったりするので、こんな試合もあったんだよっていう、こんなのもすげえいい試合だったんだよっていうのをですね、うん、改めて分かっていただけるようなラインナップになっているんじゃないかと思います。はい、はい、あと下半期で印象に残ってた
のがあのキャプテン事変、はい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 、吉達選手がキャプテンのハンタークラブ入りをツイッターファン投票を決めるって言ってからのあれだったっていう、はいはい、ああいうことになったっていうやつですね。そうです。一応事件的にそれもあの収録しております。あ、それもあの瞬間というか、あの瞬間はまあ入っておりますね。おお、試合以外にもそんなお楽しみが入っております。そうですね、試合もそうなんですけど、はい、やっぱりこう重要なターニングポイントというか、うん、まあ、例えばヒロム選手が乱入してロスイングに入ったところとか、はいはい、うん、そうですね、タッグの試合に矢野選手が突如乱入したりとか、12月の、はい、そういうこうターニングポイントとなるところを切り出して、うん、も入れてありますので、まあ、見ていただければ1年間 の, そのリング上の戦いの模様というのが、はい、まあ、分かっていただけるかなと思われますね。 X は下半期で2016年下半期で印象に残った事件とか試合とか何か。そうですね、やはりですね、 G1 クライマックスの感動的なフィナーレですね。はい、これに尽きると思います。ありがとうございます。はい、これ DVD1 位に1枚目2枚目合わせて大体 8時間くらいですかね。8時間弱入ってますね。はい、はい、もう入れられるだけ入れさせてもらいました。8時間ぐらいで2016年下半期が振り返れるので、はい、よろしかったらご覧ください。はい、よろしくお願いします。はい、それでは続きまして、真壁刀義デビュー20周年記念 DVD についてご紹介お願いします。はい、もう、今年は興行もありましたので、はい、皆さんご存知だと思うんですけども、真壁刀義選手が20周年ということで、DVD でもその記録を出させていただきました。はい、基本的にはその内容は名試合ですね、真壁選手にご意見聞きながら選んだ、試合をノーカット収録しているディスクと、あとはヒストリーインタビュー、それからあと特典層でですね、新日本プロレス大作戦っていう、うん、これはそのサムライ TV でやってる番組なんですけども、よく三田さんがね、あ、そうですね、発生されている、お邪魔してそちらとコラボした特典映像というのも入っています。はい、そもそも新日本プロレス大作戦ってやつで第2回かな、なんで俺の DVD は出ないんだっていう回があったんですよ。はい、真壁選手で、はいはい、それの壮大な伏線の回収。何年前のことなんですか。何年前ですかね。結構長いんじゃないですか。2、3年ぐらい前ですかね。2、3年ぐらいのタケトのプロジェクトだったんで、はい、そうですね。はい、まさに昨日の柴田選手のですね、リング上の発言じゃないですけど、はい、3年ぐらい前の約束を果たされた伏線を回収するとですね、はい、形になっております。はい、すごいですね。真壁さんってあれですね、こう会場人気も高いわけなんですけど、とってもこうですね、ファンの方がおめでとう思ってるんですよね。これやっぱりこの真壁さんのですね、入門からの苦悩の歴史とかですね、幾多の怪我を乗り越えてとか、そういったところ全部ファンが分かった上でですね、今の真壁さんのキャラクターも含めて、キャラクターをこう楽しみながらもですね、こうプロレスラー真壁刀義じゃなくて、こう人間真壁さん、真壁信也さん、真壁さんのこの外側の力をにじみ出てしまう魅力的なものも、これやっぱり出てしまうんですよね、これリングにね。あとこのインタビューなんかも、はい、そういったところもちょっと楽しんでみたいですよね。そうですね、私もちょうど1ヶ月前 の, 20周年記念興行行ってきたんですけど、これが入り口で配られてまして、闘技団の方が皆さんに、ね、お客さんに全部配ってて、なんかちゃんとした印刷物でね、こんなお金のかかるものを全員に配って、そしてお客さんみんなで入場時にドゥ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 ってやったんですけど、いやなんかちょっと嬉しいというか、みんなでお祝いしてるぞ、愛されてるみたいな、彼の魅力のね一端ですよね。すごいですよね、これすごいいい興行でしたね。これ二階堂さんも掲げて、これでダダダダってやってました、掲げて結構楽しかったです。私よく真壁さんって雑草って言われるじゃないですか、はいはい、私は見始めたのって2010年からなんですよ、はいはい、もう2010年って IWGP のヘビーのベルトを取ってるんですよ。もう持ってた時ですね、はい、私は見始めてすぐに中村選手からダッシュしたんで、あんま雑草のイメージがないんですよ。なるほどですね、全くなんで雑草って言われてるのかよく分かんない、はい、じゃあそういった方にこそこういった DVD で改めてこのヒストリーを、うん、そうですね、
あとご存知だと思うんですけど、その真壁選手は非常にこう、トークが、はい、面白いので、うん、このヒストリーインタビューがめちゃくちゃ面白いです。真壁選手のその語り口でですね、語られるその、うん、ご自身の歴史というのがですね、非常に面白いです。お、はい、ぜひじっくり見ていただきたい、見どころですね、はい、そうするとその苦悩具合というか、いろんなことが本当に分かる形になってますね。私のような雑草時代を知らない人間でも、はい、どんだけ辛かったかが伝わるんですね。そうですね、それを見れば、はい、おー、カイドさん思い入れを感じますね、真壁さんに対する。私は雑草を知らないから、なんでそんなになんか辛かったのを知ってる人たちの方が思い入れすごそうですね。まあそうですね、多分絶対そうだと思いますね。確かに、確かにそうですね、2010年ちょうどなんかバッタカーみたいな、2009年 G1 で優勝してるんで、そうですね、もう G1 も取ってますし、はい、それ IWGP も取ってて、って、うん、本当にもうトップにすでに君臨してるところで見てたってことですね。もうしかも見た目もめっちゃすごいインパクトがあったんで、初めてプロレス見る私にとってはなんてプロレスラーらしいプロレスラーなんだとか思ったりして、全然そんななんか今まで辛かった歴史があってこうになったみたいなイメージがなかったですね。しかも 今となってはあれですもんね、もう本当新日本プロレス1、2を争うあの知名度ですから、新日本プロレスのファンと言っても過言じゃないかいの、ね、またテーマ曲もね、往年の、ね、レジェンドレスラーのテーマを、はい、提唱して、これもまたですね、オールドファンのですねハートをくすぐるところであると思いますね。はい、はい、でこれが収録されてる試合で2009年の8月16日の両国の G1 の決勝、私これを見てなかったんですけど、はい、この時のカード見たら、この時まだ長野さん新日のリングに上がってたんですね。この頃はいたんじゃないですか。いましたね、はい、びっくりしました。もうちょっと早く新日ファンになってれば長野さんが見れてたのかとか思ってちょっとショックでした。それだけです。あ、以上ですか。ありがとうございます。なんか2008年の2月17日の試合、はい、IWGP タッグ選手権のジャイアント・バーナード、トラビス・トムコ対真壁さん、矢野さんの試合も入ってるんですけど、私トラビス・トムコの試合も見たことないですし、しかもこの時って中村さんとカート・アングルが2つヘビーのベルトがあって、それをそれぞれ持ってて統一したのがこの時のこの日の試合だったんですよね。それを知って、あ、もうちょっとあと2年早く見てればいろいろそういう重要な試合が見れてたのかと思って、ちょっと。でもプロレスはいつから見始めてもどっから見ても面白いですよね。そうですね、はい、そうですね、歴史は関係ないですよ。歴史は関係ないです、はい、やっぱ先を知ると、あ、もうちょっと早く知っとけばなっていうのは、まあそのなんですか、振り返る作業も含めて楽しいところです。 DVD を、はい、でリカバリーと、そうですね、はい、いろいろめっちゃ検索しましたもん。あ、この試合の時あれがあったんだとか思って。最近見始めた人とかあれですもんね、その矢野さんと組んでたっていうことにびっくりされる方もいらっしゃるかもしれないですよね。うん、はい、ベストタッグ取ってますからね、矢野さんは。そうそう、ベストタッグ、プロレス大賞のもう全然、私も2010年からですからね、GBH がもうできてて、 GBH、 そうですね、うん、でその2人しかいなくてっていう、はい、時から見始めてる。もう邪道さんも下道さんも石井さんも矢野さんも GBH だったんですよ。そこからみんなケイオスに、はい、っていうやつなんですよね。そうです、そうです、はい、ただ私はそのイメージがちょっとあんまりないですね。そんな時うってつけなものがこちらに。これを見れば本当ですね。え、ミスター X ははい、例えばこのロックアップとか2008年の金網ですか、はいはいはい、金網囲まれてる、そうなんですよね、それとかも見てたんで、はいはいはい、ちょっとこう元気がないと感じる、新日本プロレスは元気がないかなという感じた時もありますけどですね、そこからまたこう上がっていくですね、ヒストリーもですね、はい、楽しめますね。これはいわゆる低迷期と言われている低迷期じゃないかいわゆるそのまあそのそうですね、うん、そういう、 こう冬の時代と言われてた時代の中だと思います、うん、はい、工業ですからね、どうしても、はい、模索されてる中で、ただその時のいわゆる他団体との金網デスマッチっていうのも、うん、ご自身がそのベルト取った試合だけじゃなくて、そういった時代の試合っていうのも真壁さんはこう印象にちゃんと残られていて、これの中にこう入れているという、真壁さんチョイスの、そうですね、はい、ご意見聞きながらこう組んでた中でそういうのもちゃんと出てきてるっていう、はい、この味わい深さですね。お、はい、こういうインタビュー拝見しますとね、
こう真壁さんが今こういろんなテレビなんかでご活躍するのも分かりますよね。とってもスマートですもんね。頭いいですよ ね、 ね、はい、発言がポン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 、なんでそんな面白いこと出てくるんだろうっていつも思います。起点がすごいですね。最近あのこう放送席にこう解説のゲストで入っていただいたりもするんですけど、あ、はい、最近そのなんですかね、そのトークの、 そのタレント力がもう 高くなりすぎててもうすごいですね。でね、もうどんどん活躍してもらいたいですよね、リング界でも。本当にもうお上手らっしゃるんで、あー、トークが。なんかニュージャパンカップに出られなかったのも何かしらがあってのことってお伺いしたんで、はい、なんかこうまだ発表されてないんで何なのか分かんないですけど、はい、なんかこうプロレスを広めるにすごいいい機会だという話を言ってらっしゃいましたね、うん、なんかね、なんかリング上でしたっけ、なんか言ってました、ね、なんか言ってましたね、はい、うん、ちょうど20周年記念興行の時に俺はあれには出ないけどみたいな話があって、なんか旬っていうよりも、お、なんか 何に出てくれるんだろう、はい、何やってくれるんだろう、期待感がありますね、期待感がありますね、抱かせますね、はい、それの発表も楽しみに待ってみたいと思います。はい、それでは続きまして、今後の DVD 発売のラインナップ情報でございます。まず2017年3月24日発売、新日本プロレスリング総集編2016年下半期 DVD 2枚組、はい、こちらでございます。はい、そして2017年3月29日発売の真壁闘技デビュー20周年記念 DVD、 こちらでございます。はい、そして2017年5月26日発売、レッスルキングダム11、2017年 1.4 東京ドーム、こちらが発売されます。楽しみです。はい、そんな感じでございます。やっぱこれが真壁さんの DVD が一番楽しみですね。これはもうぜひご覧ください。あとちなみに、さっきからこれ首から下げてるんですけど、真壁さんがつけてるものより全然ちっちゃいんですよ。短いしちっちゃいんだけど、めっちゃ肩こりますこれ、重い。あれ真壁さんのつなってたっけ、7キロかなんかでしたっけ。いや、何キロでしたっけ。ダンベル下げてるみたいな、ね、やばいですよね。すげえ、めちゃくちゃ重たいですよね。こんな短い、私も15分くらいしかかけてないですけど、結構なんか辛いんで、これすごいなと思います真壁さん。はい、それではそろそろ終了の時間が近づいてまいりました、はい、下島さんいかがでしたでしょうか。はい、また来ます。いつもあの実況席のところにいる方なんで、試合とか見てる方は実況席の横に座っているメガネで帽子の方に注目してみてください。おしゃれだね。それで、ね、帽子とメガネだけで認識するのやめて。こっち僕の本体じゃないメガネが本体。そこにいい匂いがするんです。いい匂いがそう。何の話なんですか。会場に行ってみたらよく嗅いでみてください。はい、はい、そうだ、あれなんです、これね、緊急決定したんですけど、はい、これ来週その発売イベントを初戦ブックタワーでやります。おお、はい、プロレスのね、初戦で有名な、はい、わお、緊急、まあ、ブックタワーは秋葉原ですね。秋葉原、はい、はい、あ、イベントスペースがあるんですよね。イベントスペースで、はい、楽しみです。真壁選手の我々も行きましょう。トーク&サイン会、本当ですか、行きましょう。トーク&サイン会、本当にやりますんでよろしくお願いします。ぜひ、お、これは楽しみですね。はい、はい、はい、それでミスター X いかがでしたでしょうか。はい、今日はですね、この皆さんに思い出ある真壁さんの DVD を紹介させていただきましたけども、これ本当試合以外にもですね、この人間真壁さんに迫った映像がちょっと楽しみになってきました。インタビューとかね、そうそう、楽しみですよね。はい、こちらもちょっと楽しみたいと思います。はい、はい、はい、それでは次回の生配信についてはツイッターで、こちらのツイッターでお知らせしますので、ぜひチェックしてください。皆さん楽しみにしてくださいね。以上 NJPW DVD デラックスボリューム32でした。次回もぜひご覧ください。さようなら。ありがとうございました。